リカちゃん。こんにちは、桜井ハルトです。初めて会ったのは確か僕が盆栽を割った時でしたね。そしてまた僕がなぜ小声で話しているのか皆さんわかりますか？あれは2時間前。ハルト君、リカちゃんに勉強を教えてもらえないかな？はい、僕でよければ行きます。いいですよ。ということでリカちゃんの家へ行ってきます。ハルト君、リカちゃんとお勉強。こんにちは。ハルト君ありがとう。いらっしゃい。いらっしゃい。どう、できたかな？できたと思う。リカちゃんは褒められて伸びるタイプかもな。惜しいところがいくつかあるけどよくできてるよ。わーい、ハルト君に褒められちゃった。じゃあ別の問題もやってみようかな。はい、ぐんぐんやる気。でもね、リカちゃん、まずはわからないとこをなくそう。どこがわからなかった？それで言うと、リカちゃん、おやつ食べたいな。出た、無敵の双子。パパとママは？お買い物に出ちゃった。じゃあおやつ作るね。やった。どうかしら。これか、リカちゃんの手作りスイーツ。どうぞ。おいしい。はあ、美味しかった。わあ、嬉しいな。でね、でね、ハルト君、勉強の続きなんだけど。さっきも思い出した。お兄ちゃんより勉強なの？タッチで、お兄ちゃん。ずるいぞ。大丈夫リカちゃん？これくらい大丈夫よ、ハルト君。お姉さんって大変なんだな。ハルト君、見っかっちゃった。ただいま。ハルト君はリカちゃんと勉強するために来たんだぞ。はーい、リカ姉ちゃん、ありがとう。バイバイ。ありがとう。バイバイ。ハルト君、じゃあこの問題の解き方教えて。ここか。あ、わかった。あれ、リカちゃん、今日はよく頑張ったね。ということで、最初のクイズの答えは面倒見のいいリカちゃんが勉強している時に寝てしまったでした。みんなも勉強頑張ってね。僕も頑張るよ。リンカも。じゃ、またね。あら、リカちゃん寝ちゃったのね。どうも。写真撮っちゃおう。ハルト君、はい、夕ご飯食べていきなさいよ。あ、いや、いいじゃないか。じゃあ、お言葉に甘えて。なんだか照れくさく思うハルト君なのでした。